パウロブルーのエセキエル・ディバラは、アルゼンチン・コルドバ州出身のサッカー選手。アルゼンチン代表。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポジションは FW。イタリアとポーランドにルーツを持ち、イタリアの市民権と、ポーランド国籍を所持している。そのプレースタイルから同じくアルゼンチンの選手である、メッシ、パストーレ、元イタリア代表のモンテッラと比較されている。 ラジオ屋の愛称で親しまれているディバラは17歳の時にプリメイラビーナショナルに所属していた地元のクラブであるインスティトゥートでコルドバでプロデビューを果たし公式戦40試合出場17ゴールの成績を記録した。インスティトゥートでディバラはマリオ・ケンペスが保持していた最年少ゴールと国内の連続出場記録を更新し シーズンで2度のハットトリックと6試合連続ゴールと4つの記録を残した。コーナーキックを受けるディバラ2012年4月29日、US シッタディパレルモの会長を務めるマウリツヨザンパリーには我々は新たなセルヒオ・アグエロであるパウロ・ディバラを獲得したと声明を発表した。しかし、同日にインスティートートの事務局長はパレルモと交渉を行ったものは ディバラの遺跡に関する権利を持っていないと述べた。2012年7月20日、パレルモはディバラと4年間の契約を結んだと公式に発表した。ディバラはラツィオ戦でセリエデビューを果たし、2012年11月11日に行われ、2から0で勝利したホーム戦で初ゴールを記録した。2014から15シーズンに、 アルゼンチン人のフランコバスケスと前線でコンビを、組シーズンの前半戦で10ゴールを記録し、名声を高めたディバラは、国内外の多くのビッグクラブから注目を浴びるようになった。2015年5月、パレルモ監督のジュゼッペ・ヤキーニがディバラの、ユベント水器を認め、6月に、ユベント水石が正式発表。 遺跡金は3200万ユーロで5年間の契約となる。背番号は、ジネディーヌ・ジダンや、リリアン・チュラム、アンドレア・ピルローといった、名選手が背負った21番。加入当初の2015から16シーズン序盤は、リーグ戦で控えであり高額な遺跡金もあって、論議を醸したが、徐々にフィットし34試合出場で19ゴール。 ュアシストというユベントスの攻撃のようというべき活躍を見せた。また、2016年2月23日 UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバイエルン・ミュンヘンと対戦して大会初得点を決めた。2016から17シーズンはポール・ポグバの一席で背番号10番が空き、チームからデーバラに10番をつけるように打診があったが、 10番では、なくその前のシーズンと同じように21番を選んだ。チャンピオンズリーグベスト8、FC バルセロナとの試合では、ファースト、レグの試合で2得点を挙げ勝利に貢献。ユベントスの準決勝進出に貢献した。2017から18シーズン開幕前の2017年8月9日に、背番号を10番に変更することを発表された。 アレッサンドロ・デル・ピエロや、ミシェル・プラティニ、ロベルト・バッジョラ名手が着用した番号である。8月26日、第2節のジェノア戦で、ハットトリックを、達成。9月17日のサッスオーロー・戦ンユーベントスでの、通算100試合出場を達成。この試合で、シーズン2度目のハットトリックを達成した。2018から19シーズン。 UEFA チャンピオンズリーグのヤングボーイズ戦でチャンピオンズリーグでは初のハットトリックの活躍を見せチームを3から0の勝利に導いたチャンピオンズリーグでは10月23日のマンチェスターユナイテッド戦でも決勝ゴールを決めたしかしクリスティアーノ・ロナウドの加入もありチャンピオンズリーグでは9試合で5ゴールを決めるもリーグ戦ではわずか5ゴールに終わる 2019から20シーズン、主位行坊戦となった11月のインテルとの、イタリアダービーではゴールを決め、2から1での勝利に貢献した。3月8日のインテル戦でもリードを広げるゴールを奪い、勝利に貢献した。3月には、新型コロナウイルスに感染したが、リーグ戦では4試合連続ゴールなどもあり、トータルで11ゴール7アシストを決め、 チームのセリエ A 級連覇に貢献、リーグの年間最優秀選手に選ばれた。2020から21シーズン、リーグ第36節の殺走路線でゴールを決めて、ユベントスでの通算100ゴールを達成。パンアメリカン競技大会に出場する U-17 アルゼンチン代表に招集されたが、最終的に大会には参加しなかった。2012年7月19日には、 U-20 アルゼンチン代表から初めて招集を受けたが、それを断った。祖父のボレスワフがポーランド出身であり、ディバラ家はイタリアにルーツを持つため、多重国籍であり、ポーランド代表とイタリア代表でプレーする資格も有しているが、ディバラ本人はアルゼンチン人としてのアイデンティティを持っており、アルゼンチン代表でプレーすることが夢だと話している。 2015年9月22日に、ヘラルド・マルティーノ監督により初めて A 代表に招集されたが、出場機会は与えられなかった。しかし、再び招集され、2015年10月13日に行われた 2018FIFA ワールドカップ、南米予選のパラグアイ代表戦に、カルロス・テベスト、交代で75分から出場し、A 代表デビューを果たし、ポーランド代表、 イタリア代表に入る資格は失った。2016年9月1日の 2018FIFA フフワールドカップ南米予選のウルグアイ戦では初のスタメン出場を果たすも前半終了間際に2枚目のイエローカードで退場となった。2018FIFA フフワールドカップではグループリーグ第2戦のクロアチア戦に68分から出場したがアルゼンチンが 決勝トーナメントの1回戦で敗退したこともあり、これがこの大会での唯一の出場となった。コパアメリカ2019の3位決定戦で先発し、1から0からのリードを広げるアルゼンチンの2点目を決め、アルゼンチンの大会第3位確保に貢献した。想像力と高いテクニックを合わせ持った機敏な選手であり、限られた狭いスペースでもドリブルで持ち上がり、 ボールを扱うことができ、ポストプレーも得意である。技術が高く、運動量が豊富で、ディフェンスにも高い献身を示す。また、ディバラは正確で強いシュートと、ヘディングにより自身がゴールを上げるだけではなく、味方のゴールチャンスを作り出すこともでき、トップだけではなく、セカンドトップや、攻撃的ミッドフィールダー。 右ウイングまで様々な攻撃的なポジションを務めることができる。2021年11月22日現在、ありがとうございます。